生臭いこの水。うわ、くさ。ほら。うわ、くさ。なんで？え、なんで？今回は給料日、ホットモットで一月の一番楽しみだったんで、給料日が文句は言わせません。チャンネル登録よろしくお願いします。マジでこれ食う前にお知らせを。あ、お知らせ、あ、すごい。大丈夫ですかこれ持って。なんでもう一個カルス君嬉しいんです。実は岡山の奈緒ちゃんとお付き合いさせていただくことになりまして、実はここ家来てくれたんです。会いたい会いたい言うから、じゃあ自分の金で来るならいいよ。せめて片目地ずつ出すとかでもなく、出せませんでした。実は飲んだんですけど途中で泣いちゃって卒業できないですね。じゃあ彼女できたんやな。正式な、まあ、結婚相手みたいな。ああ、そっか、結婚、はい、そうですね。はい、110歳まで生きてって言われたんで。またあと76年あるねって。だからまだ卒業できるよ。そのチャンスを与える。チャンネルね、やってよかったなと思います。本当にこっち来てもいいみたいな話も。その子が別に東京来てもいいよと。東京来てもいいよと。そんな覚悟があるならね。あるならねって言われたけど、僕が言いました。あの向こうは行くが考えるよ。仕事辞めてこっちでまた転職するってことやんな。はい、僕もちょっと手伝いながら。ちょっと、はい、お前に何ができんの。ツイッターのフォロワーから可愛い子探してアタックしたら付き合えたってことやろ。え、怖え。定期的にこっち来るわけやんか。その交通費とかも。いや、まあちょっと自腹でお願いしたいなと。まあ働いてるんでね、あの人。半分ぐらいじゃしたったら。マジですか。いいですか。すいません、いただいて。幸せやな。幸せですね。めちゃくちゃうめえ。うわ。お前ムカつくな今日。恥ずかしいですね。プライベートの。赤いナメクジ乗ってるみたいな。めっちゃ嫌なこと言うたった。ナメクジうまいよ。給料いくらやったの。あ、給料、あ、そうだ、108,582円。どうすか。はぁ、どちらじゃ。ワンコスマンの時と同じ顔してたから。俺か。ああ、大丈夫。豚汁ちょっと買ってきたんですよ。ホッパーモット、ホットモットのホットモッチョ。インスタにさ、なんかラブラブ写真みたいなのあげてなかった。これちょっとあげさせてもらって。生臭いこの水。匂わない。うわ、くさ。ほらでしょ、くせ。うわ、くさ。なんで。え、なんで。熱湯が臭いなんて初めて。くっさ。やばいやばい、撮影これできなくなっちゃう。くっさ、ほんとくっさ。死んだ船みたいに匂する。あ、そうですか。やばいやばい。臭くない。臭くない。探してるやん、草を。そうっすね。これ知ってるバカだね。なにこれ。110歳まで生きるんやったっけ。これなんだよな。ほんまに彼女できてんな。そうなんですよ。結構実は流行ったかな。美味しい。うん、止まんないな。止まってるよ。うん、止まんじゃない。ちょっとごめん、こうなってんだよ。ちょっと抜いてくれへん。え、あ、ごめんごめん。クソマク。うわぁ。あぁ、気持ち悪い。やばいな。チャンネルの品が。今更ですか。108,582円、全額。あ、はい、どうでもよ、そんな話。本当ですか。チャンネル登録よろしくお願いします。マジで。